株式会社グルメシティ北海道は、かつて大英グループのスーパーマーケット、グルメシティを北海道で展開していた企業を。2009年、大英に吸収され消滅した。なお、旧社名の北海道スーパーマーケット大英は、かつて大英の北海道事業会社として存在した北海道大英と、社名が似ているが直接関係はない。大正時代に、 箱館てで創業した五福屋が起源。その後、株式会社ホッタ用品店を設立。早くから、スーパー事業に参入し、セルフスーパー1号店として、五両角店を開業させ以降、急速に既存店のスーパー業態転換と並行して、チェーン店の出店を進めた。五福屋出身のためか医療品には特に力を入れており、店の5割が医療品で占めていた。 しかし1970年以降、経営不振にあえぐこととなる。さらには、函館市に当時、東日本では一番の売り上げを誇る、大手スーパーの西友ストアが出店を発表、そして、長崎屋が出店を模索するなど、確実に不利な状況であった。このため、堀田川は当時、西日本で一番の売り上げを誇る、大手スーパーの大英に支援を求め、 1976年11月から業務提携を開始、大英は堀田を系列企業とした。1990年3月1日に同市で百貨店を展開するボーニモリア系列の株式会社、ボーニストアと大東合併し、函館大英に社名変更。存続会社を堀田側とした。1993年10月に社名を。 北海道スーパーマーケット大英株式会社に名称変更。同年11月1日には札幌、イブリ、日高など同僚圏を中心にスーパーを展開していた西村株式会社、同等で営業していた株式会社マルダイ大英の営業権を取得し、同内地場スーパーマーケットで5番目に大きい勢力となる。店舗ブランドは大栄。 2006年3月1日、大英グループの食品スーパーの店舗ブランドをグルメシティに統一するのを機に、社名を株式会社グルメシティ北海道に変更した。大英グループの経営再建過程において、2009年9月1日付で会社分割を実施し、グルメシティ北海道は株式会社大英に吸収される形となり、グルメシティ北海道が運営していた店舗は、 グルメシティ伊達店を除き、大英本社の直営となった。伊達店は9月30日で営業を終了している。その後の2015年9月1日にて、大英は北海道地区から撤退し、イオングループへ営業を譲渡することになった。この譲渡された店舗のうち7店舗がかつて、 グルメシティ北海道が営業していたもので、1店舗がイオン北海道に継承されて店舗名をイオンに変更、6店舗がマックスバリュー北海道に継承されて店舗名をマックスバリューに変更した。西村株式会社はかつてスーパーマーケット事業を展開していた会社。西村商店を創業しその後、札幌を地盤として、胆振地方、日高地方等の同応県で、 全展開し、他会社から店舗の経営権を譲り受けされ、同王の一大勢力となっていた。同男だけでなく、同王にも進出を模索していた、函館大英により経営権を買収され、1993年11月1日付で店舗ブランドは大英となり、西村のブランドは消滅し、翌年には会社の生存手続きも完了した。 最後まで所有していた店舗は10店舗。グルメシティ北海道の会社分割時点まで存在していた店舗は次の通り。グルメシティ伊手店以外は大英に継承された。なおマックスバリュー北海道への譲渡店舗については、同社が2020年3月1日にイオン北海道に統合されたため、以後はイオン北海道が運営している。 グルメ式時代に閉店した店舗の詳細は、過去に存在した北海道地区、東北地区の大英の店舗も参照。旧会社時代の店舗書きの店舗名が、太字で記されているものは、大英、グルメ式ブランドに転換された店舗である。ありがとうございます。